はい、どうも、ヒロです。カンタベリーキャリア続きやっていきます。で、今回は11月の1日なので、スカウト情報アップデート、来てるので、早速、ユース候補見ていきましょう。どうしようかな。今回下から行こうか。いらないな。いやー、だんだんと、能力が落ちていってる気がしますが、さてと、どうかな。おお、いいね。彼契約しとこうかな。グリフィン。いいな、見た目。契約しとこう。彼も契約しとこうか。まあそんなもんかな。で、次彼ですね。あ、良さそうですね。あ、いいですよ。お、いいですよ。お、あ、いっぱいか。ちょっと待てよ。いやー、待てよ。17歳。いやー、ちょっと待て。難しいな。誰を。いやー、37きついかなー、ロックハート。結構出さんといかんなー。まあ、こんなもんかな。よし。それで、あれか。まあ、そんなもんかな。で、最後、彼ですね。いや、微妙な選手しかいないな。どうだろうな。まあそんなもんか。よし。それじゃあ、ユースアカデミーって指示しましょうか。51か。そうっすね。守備的ワイドバック。あ、ウィングバックなのか。じゃあ普通にサイドバックにコンバートして、先。彼もそうだな。先コンバートしとこうか。で、守備的にして、で、22周いいんじゃない、センターハーフ。グリフィンが、さーて、どうしよっかな。
左。センターフォワードにコンボはどうしようかな。センターハーフでも83周かかるのがきついな。15歳か。もともとどこ守れる。あ、センターフォワードいけんのか。サブポジでついてんのか。だったらセンターフォワードにコンボはとはな。で、彼が米トレーダーかな。で、最後彼ですけど10周もしかして彼はどこでも行けるタイプか。ああ、ぽいな。どのポジションでも行けるタイプだな。じゃあ、まあセントラルミッドフィルダーにしとこうか。そんなもんかな。ですね。いやー、早く15歳から16歳になってもらいたいな。よし、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。あ、待て、誰もあげなくて大丈夫か。アンカーウォーカーあげとこうかな。どうやったっけ。53か。53きついか。ショートパス下手やしな。きついな、ちょっと。でも17歳か。いやー、どうしよっかな。上げとこうか。ドナルドソンも17歳。上げとこうかな。もう基本17歳は上げたいとこですが、まあ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 、それで、まあ彼はリストに載せているからいいとして、ドナルドソンをどうしよっかな。センターバックにしようか。2周やし。で、彼をアンカーにしようかな。いや、こっち、いやショートパス上げたいからアンカーにしようか。レジスタでもいいけどな。レジスタにするか。それ76はでかいな。まあそんな感じかな。ほっそ体細かったな。まあちょっとグリフィンが気になりますね。見た目がいいんで、うまく育ってくれたらいいかな。モスも気になるな。モスとグリフィンと、彼なんて読むんだろうな。この3人はちょっと気になるな。よし。じゃあ今回はこれぐらいで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回です。じゃあね。バイバイ。